おい、なんか見たことあるぞお前。久しぶりだな。まださまよってんのか、魂のまま。ゆうたろう。びっくりした、びっくりしたな、急に。やめてよ。あー、びっくりして成仏しちゃう、ゆうたろうが。逆そうですよ。あなたは、あなたもまさか。私昔からこの島に住んでおりますが、この島におりますが、人は一人も住んでなかったはず。最近住み始めたのよ。うん、そうなのよ、ゆうたろうくん。ちっちゃくなっちゃったね。ゆうたろうと申します。この子もずっといるよね。うん、うん、そうなんだ。お前は何なんだ。大丈夫、魂の一部。まずいじゃん。やばいやばいやばい、本当に本当になくなっちゃうじゃん。どうしたん、集めてこいってか。これまた集めてこいってやつか。 OK、 分かった。どうやってだよ、虫網とかで取るのかな。虫網とかで取れるのかな。うん、5玉。魂の単位って玉なんだな。本当に網使うんだって。分かった、じゃあゆうたろう、お前の魂俺が集めてくるからな。大丈夫かなこれ、私セロ分かんねえか、セロ。あっ、あと魂、なんかワンワンワンっつってる。本当に幽霊感出してくるじゃん、ここだけ。おい、あれ、おい、おい、魂さんいた、これ。やった、ゆうたろうの魂を捕まえた。なんだこれ。おい、2つ目、たまめな。うどんみてえに言ってっけど、さっきから。おい、これで3玉目な。お腹いっぱいになっちゃうよ、買い玉しすぎて。あと2玉。あっ、来た。虫見てんのかな、魂。そしてあと1個、あった。こんなとこにいたのか、マジで。5分の1死んじまったのかと思ったよ。どこにもねえから。おい、前にいた。おい、やったー、これで最後だ。ゆうたろうに返しに行こう。 OK。 あれもう壊れたわ。返したらどうなんの、返したらなんか、ありがとうございました、これで思い残すことはありませんっつって成仏するみたいな、そういうパターンよくあるけど。ゆうたろうはさまよい続け。ちっちゃいのもなかなか可愛いよ、ゆうたろう。うん、はい、返さない。ダメダメ、何言うだろう。返さない。あ、めっちゃ焦ってる。しょうがないな、かわいそうだ。 お前の玉、命を今俺が握ってる状態だからな。あ、なんかすごいかっこいい。確かに5玉あります。おー、すごいかっこいい。わわわわわ、おー、できた。できたってなんだ。なんかDIY したみたいなテンションになっちゃった。パッパラパー、よかったね、ゆうたろう。やっぱこの姿の方がかわいいやん、まんまるで。うん、俺くれるの、壁紙。うん、持ってないものか。ちょっとだけ高価そうなものってなんだろう、高価そうなもの。高価そうなものはかぶっちゃうこともあるのかな。え、でも高価そうなもの。高価そうなものもらおう。うん、うん、どういうこと、高そうに見えるだけってこと。スカルな壁紙。いいね、ちょうどあのトイなレコーダーみたいなやつと CD プレイヤーと合うんじゃないか、スカル。やったー、 DIY は溜まった。何ので、島で見たことは秘密なんだもん。分かってたんだな、知ってたんだな、お化けがいるってことは。でも隠してやがった、人が寄りつかなくなっちゃうからな。よいしょ、おい、あれあれじゃん、
ヤマメ、マジか、嬉しい。ヤマメ、ヤマメはちょっとね別のゲームで結構思い出が思い出深い。あ、魚博士になった、なったなってはねえか、まだ。ピチピチの釣り師、いいね。でっかいよ、はい。うわ、危ねえ、今のはイカルト、危ねえ危ねえ、出たおー、危なかった今。ちょうちんアンコウだ、すげえ。こいつがね3月にしか釣れないんだって。やったー、間に合ったぞ。とりあえず見せてみたし、すごい黒い、真っ暗でその明かりしか見えない。うひょいいねー、いいよ。あーあ、重い、めっちゃ重い、これこれはめっちゃやったー、カジキも、いやもう伝説の釣り人だって、ここまでこんなことし始めたらいよいよ重いと思ったら、またリュウグウかなとか思ったら、すげえ、クサが釣れるぞ、おい今日はすげえぞ。よし、間に合った。4月には釣れなくなっちゃう魚、ラスト1匹釣るぞ、コツコツと実はコツコツ集めてきたアサリで作ったこの釣り餌100個101個、これを使ってここで、4月になるともう釣れなくなっちゃう魚を釣ります。なんと3月は残り27分、行くぞ、戦いだ。これでダメだったらもう無理、ラストチャンス。これがちっちゃちっちゃいの、大きいやつ、大きいのが出るまで釣り餌を巻く。ちっちゃ、ちょっと頼むよ、でっかいの来て、でっかいの、でかい、まあまあでかいんじゃないか。いやー、ちっちゃいか、こいつに使ってる時間ねえかな。おい来て、いや、やばいやばい、急いで急いで急いで、時間ない時間ないよ。よいしょ、これちょっとちっちゃいっすね多分。あーい、まあ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 、軽めにね、軽めにイエローパーチ、全然こんなんじゃないんで、もっともっとでかいはず、めちゃくちゃでかいはず、リュウグウノツカイレベルのサイズなはずなんだよな。違う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 、あーって、わくやばい、ちょっと待って、でかく見える、なんで、でもでかくないよねこれ、絶対でかくないのになぜかでかく見えちゃう。期待しているのか、希望的観測なのか、これは。いやー、ちっちゃい全然ちっちゃいだろ、なんで、違う違う違う、焦るな焦るな、ちょっと焦りが出てますね。うわっうん、いや、うん、これは、うんちっちゃいだろどう見ても、もっとだよ、もっとでかいやつだよ。いや、でもなんか不安になっちゃうな、もしこれだったらって思っちゃうな。こんなレベルじゃねえんだよな、絶対こんなんじゃないんだよ。で、しかももうミスった、最悪。ああ伝説の釣り人がダメだ、完全に焦ってる。うん違うな、これじゃない。あー、わかんねえマジで、わかんねえわかんねえマジで、もっとだと思うけど、もっとだと思うけど、よいしょ、はい、怖い、あ、あー焦ってるぞ。あ、結構でかかった。でもこれ何、大岩名だって。やった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 、え、あのサイズで大岩名とか釣れるってことはさ、結構こんなもんなのか。いや、さすがにちっちゃいだろう、もっとさ、チョウザメとかめっちゃでかいもんね。はい、これはもう明らかにちっちゃいとわかるんだけど、はい、こんなんはわかるんだけど、はい、ちょっとちょっと大きいの出て、おい、ふざけるなよ、いい加減しろ本当に、おい、ちょっとダメだ、邪気払い邪気払い、はい、これで邪気が払われましたね。はーん、いやー、ちっちゃいか、まだちっちゃいよな、もっともっともっと、待って、でっかいのちょうだい、でかい、これは完全にでかい、これは完全にでかいぞ、このサイズだ、さっきより明らかにでかい。はい、あ、あー緊張する、あー引きが弱いわ、ブラックバスだ、なるほどね、このサイズだね、少なくともこのサイズだ、見たらわかるわ。
ちょっと頼むよ。ちょっと、はあ、でかい、はあ、完全にでかい、完全にでかい、これは。あー、ちょっと怖い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 、一回待って、一回待って、一回、オッケー、するする、ナイスするナイスするナイスする。あー、これ完全にでかいな、これ完全にでかいですね。はい、あ、待って、あ、待って、ほんとに、あー、怖い怖い怖い、あー、怖い、あーれ、あー、弱い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 。もっと竜宮の使いの時とかはもうブルブル震えたからね。こんなもんじゃないんだよな。ちょっと出てよ。でかい、これはでかい、これは間違いなくでかい。これはついに来たか、これは来たな、これな、これ来ましたね。ちょっと待ってね、おすけ、ちょっとプレゼントを拾ってる場合じゃない、俺は今。待って、邪魔しないで、お母さん、ちょっと待って、怖い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 、邪魔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 、はい来た、はい来た、あ、怖い、あーら、いやー、弱いなー、弱い弱い弱い、ブラックバスが邪魔をする、こいつ邪魔をしてくるな。でかいんじゃないの、2連続、確率が収束してきた、さっきまでちっちゃいのしか出なかったのに、見てる、確率が収束してきたぞ。はい、ちょっと見た、あー、ちょっと範囲広いなこいつ、あー、どうなんだろう、はい、いやー、弱い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 、全然弱い全然弱い、くそ、ちくしょやばい、マジで。あと10個しかない。え、でかくない？そうでもない。そうでもないか。でかくない？そうでもない。もうわかんない。ブラックバスがわかんない、マジで。できえと思ったら、だいたいブラックバスだからな。軽い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 。こんなんじゃない。ブラックバスだ、これ。こいつ、マジで。こいつ、マジで。わからん。おい。いや、これさっきよりでかいですよね。え、今のブラックバス入れて明らかにでかいでしょ、これ。え、でかいよね。あ、怖い怖い、あら、これ来たっしょ、これマジで来たっしょ、やったー、やったー、待って、マジでかい、うおー、伊藤だー、あぶねー、間に合った、壊れた、超壊れた、あぶねえ、11時49分いや、巻き絵もあと8個だった、あぶねえ、マジでもう無理やと思ったよ、まあ嬉しい嬉しい、どこ行った、あれ、伊藤どこ行った、伊藤くん、伊藤くん、ほい、じゃあ持ち方がなんかいいね、そう、そう思ってたな、川魚、あー、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃ嬉しい、めっちゃいい、あー、よかったー、これでアンコウも釣ったんで、これで3月までのやつはみんなかな。だからね、モルフォチョウも実はね、4月になったら取れなかったらしいんだよね、マジでむちゃくちゃ取ったけどやったー、ちょっとせっかくだからもう8個使うか。やばい、伊藤を釣り上げた俺にプレゼントが届いた、よいしょ、ください、ください、プレゼントマジでオケラリング忘れると、おい、よいしょ、あ、パチンコン壊れたどんどん壊れていく、家電のように同じタイミングで壊れていく。何かな、俺へのプレゼント、竹のステッキだって、へえ、なんかかわいい、かわいい感じじゃん、覚えとこうぜ、やったー。あとプレゼントね、ちょいちょい流れてきて、ボックスプリーツスカートスカートホワイトボードきたー、黒板、そしてホワイトボードも来たね、これは
いいね、いいやん、かわいいじゃん。もうなんでもありだな。普通にスカート履いてるけど、まあ、パンツよりマシなのかな。パンツじゃないから、パンツじゃないから。よいしょ。うん、やっぱ上から見るとでかいの分かりやすいな。へえ。でかくないっすか。いや、そんなことないか、そんなことないか、そんなことないかな。ああ、びっくりした。だよな、安心するわ。安心する、ほんと。なんかやったー。いやー、でもよかったわ、マジで。ででーん、これ寄贈しような、寄贈優先で飾ろう。ドーン。どうどう、伊藤ちゃん。おい、これ逆かな。おい、ここで釣れたよ、伊藤。ピカッ、いいね。気分いいわ、マジで。これ落っこちねえだろうな、ポチャンとかつって。ポチャンって落っこちたら本当にシャレになるもん。二度とやらんぞ俺。二度とこのゲームやらんぞ、そしたら。おい、あら、いいじゃない、月明かりに照らされて、これ月をバックにね、最高じゃない。星も綺麗だよ、これで。ハッピーでしょ、ハッピー。嬉しい。ちょっと寄贈しちゃうから、うちには飾れなくなっちゃうけど、伊藤よかったな、連れて。流れ星も流れてきたよ。でも俺のお願いはもう叶ったよ、伊藤を釣りたい。こうして今日が終わる、3月が終わっていく。ああ、いい4日間だったな、3月。てかまだ4日しか、俺まだ4日しかやってないこと驚愕だわ。めちゃくちゃやった感じするからな。いちご、こんな時間まで何してんのよ。んどうした。引かれた。ドン引きされちった、ね、橋渡ってこっち来たんだろうな。あまりに話しかけすぎて引かれちまったよ。でもどうしてもこれ見てほしいんだもん。はーい。さあ、もうダメだ。そんな、いちご、もう魚も見飽きたか。いつも毎回見せられるから。じゃーん。あ、やってくれた、嬉しい、ありがとう。やった、この辺いいね、この辺いいんじゃないの。ホワイトボード。おお、ここも青空教室。ここはちょっとあれだな、社会人編。社会人編だな。ここでビジネスのイロハについて学ぶ。いいね、なんかすごい今日の空すごくない？なんか赤い、なんか天の川のような色合いしてる。すごい綺麗ね、赤くなってるね。俺今日全然石叩いてねえじゃん、叩かなきゃね。タランチュラさんいるじゃないですか。ちょっとタランチュラ取ろうぜ。おい、ちょっと俺タランチュラの取り方をマスターしたから見てて、みんな。いくよ、シュッ。こうやって威嚇したら止まる。だるまさんが転んだよ、ごめんなさい。いません、僕いませんよ。いや、いません、違います、いません。あー怖い、もうちょっといける、もうちょっといけるか。はっ、嘘だー。近づきすぎたか、逆に。ちくしょう、ドヤ顔で披露しようとしたのにやられた。さっきあれで取れたんだって、ほんと、ほんとだよ、ほんとに取れたんだって、さっきあれで。うっすー、ふーた、遅くまでお疲れ様。もう日付も変わったけど、まあでも夜行性だからな、ふーたは。ふーた、今日すごいぞ、いろいろ持ってきたからな。また今日は大変だね。じゃあちょっと軽めのところから、ヤマメあたりからちょっとジャブ入れてこうぜ。おい、ヤマメだよ、どうですか、ヤマメは。ヤマメ結構釣れたな。お願いします、よろしくお願いします。青い水玉模様が特徴的な鮭、鮭の仲間なんだよ。なんか可愛いんだよな、ヤマメイラストとか。場所によっては出たままだったりする。へそうなの、よくわかんないけど残ったりするみたいな。可愛いヤマメ。よし、じゃあ次は岩穴も釣れたよね。岩穴、大岩穴って言ったけどね。これはどうだい、
これレアなんかな。あんまりさ大きくなかったんだけどね影は。おいわな聞かせて。うん、まあ3月4月中も釣れることじゃ別にいつでも釣れるしな。イワナの大きなやつですわかりやすいな、うん、あそうなんだ。じゃあ本当に大きいイワナじゃなくて大イワナっていうもう種族として見てる、うん、あそうなんだ、うん、ボスなんだ大イワナ主じゃん。おいいわ。いいえ、それから寄贈していくよどんどん。じゃあヒラメ、こいつ結構釣れんだよな。よく釣れるヒラメ、でけえなと思ったら結構ヒラメなんだよな。お願いします。カレイはおちょぼ口っつったね。ヒラメは、うん、そうなんだ。へえ、そんなにそんなにでかくなるの。手でこう尺測ちた、砂の中に潜って暮らしてるのいきなり。水族館とかにもそんなでっかいヒラメなんか見たことないな。すごいね。でもいるかも。いるのかな。なんか確かにでかいかな。でかいかもしれんな。うん、そしたら寄贈するで。どうしよっかな。あんこいっとく。あんこ、はい、これはどうだい。あんこお願いします。うん、ちょっちんあんこっつったの今ね。かわいい。お手紙のちょっちんがついた。奇妙でグロテスク少な形の、あ、深海魚だから深海魚コーナー行くかもね。もしかしたら発光バクテリアという光る微生物の力で提灯に明かりを灯しているのではないかと言われているの。よくわからないみたいな。まだロマンがあるね。まだわからないこともある。獲物が近づいた時にこの光る微生物を吹きつけて目をくらました。へえ、なんか賢いな。やっぱよくわかんないんだ。そっか、釣り上げることはできるけど、その深海にいる姿を捉えるのは難しかったりするのか。実際に普通に生活しているところを。へえ、じゃあ寄贈するで。いやこれもビビったよなマジで。なんかどうせ鈴木だろうとか正直思ってやってたし、あらこれもビビった。カジキ、うん、よろしくお願いします。マジでな、これもなかなかもう恐竜感あるよな。本当今の時代に生きてると思えない生き物してる。角も含めると全長4メートル超える。クジラと喧嘩してる。強すぎる。マジでじゃああんな感じで一本釣りすんのかな。スポーツフィッシングってことは。釣り上げたらあんなん出てきたら、でもなんか刺さったりしそう。事故とかありそうだな。刺さっちゃったみたいな。ではお待ちかねですよ。マジでよかった釣れて。はい、伊藤です。だからちっちゃいんだよな袋に入ってっから。伊藤です。うん、これはもうバッチリ解説してくださいよ。うん、伊藤ですね、うん、へえ、だからでっけえのかな。2メートル。やっぱ伊藤、川の主釣りシリーズ、あのゲームもね、伊藤もやっぱレアなんだよな。熊を飲み込んだなんて伝説もあります。もしかしたらもっとすごいもの、とんでもね。いくら伊藤といえども、でも2メートルって普通に俺よりでかいってことだからな。ほとんど化け物だぜ。よし、あーよかったマジで。いや今日はこんなもんだかな。うん、じゃあ今日は最後にね釣った魚たちを見てお休みしましょう。さあさあどこにいるのかな。お、いるじゃない伊藤ちゃん、いいね。あんまりさそんなに派手な大きさじゃないんだけどね。これがでもなかなか大変だった。すごくレアらしいぞ。いいね。それからヒラメとか、あっちから行こうかな。あ、この辺もいるね。かわいいな。ヤマメマジでかわいいな、ピンクで。ほいほいほい。それから
ヒラメとか。だから、あ、泳いでんじゃんか。今泳いでたよね、ヒラメが。あっちの方で、もういるいるいる、優雅に泳いでるわ、ヒラメさん。ここがまだ何かわからないんだよな。あれはカジキマグロ、カジキマグロここじゃないんだね。でっけえとこいんのかな、カジキ。こっちかな。あー、なんか落ち着くわもうなんか落ち着い、リラックスしちゃう、すごくゆったりしてた。あー、いたいたいた。やっぱここはこういう感じなんだな、海の生き物がでっかいのもちっちゃいのももうみんな入れられる感じ。カジキかっこええ、かっこええな。そして深海魚コーナー、あ、いたいたいた、ちょうちんあんこいますよ。リュウグウノツカイ、ちょうちんあんこ泳いでんね、いいね。これちょっと1枚取っとくか、これ。おい発射よっしゃー、リンゴ取った方がいいかな。でもリンゴは100円だから、売っても。この辺の子たち売ってか、すごいお金になるしな。あとで家具とかに使うかもしれない。ちょっとそのままにしとこっかな。あとなんか今日やっとくべきことあった気がしたんだけど忘れちゃったまあいいか今日頑張ったろ今日。これパートどんぐらいに分かれちゃうんだろうな、ちょっとマジで想像できない、めちゃくちゃやったからな。まあでも結構作業が多かったか。もしかしたらイチゴもミラコも映らない回があるかもしれないし、ちょっとミラコに挨拶しとこう。ミラコ、うんそう、ちょっとここ居心地よくなっちゃったミラコ。うん、テーブルがあるのいいなうん、あるよもちろん、あるに決まってるでしょミラコ、テーブルないと生活できないでしょうがよ。あ、ミラコのこの作業台青だね、俺と同じ同じ色だ。じゃあな、ミラコ、よし、バイバイ両手振るの可愛すぎるでしょ、アイドル、アイドルみたいな手の振り。イチゴはまだ外で遊んでるな。よいしょ。では我が家にね帰りましょうか。落ち着く落ち着く我が家にすごいなこれ。あー、なんかすごいわここらすごいわこの家は。あ、そういえばペーター、あれだね、パニーのところに連れて行けばポスターまた買えるよね。でもまあフララとかも来るし、その後でもいいのかな感じがする。まあ今日はもう終わろうあー、よかった本当に、マジで連れてよかった伊藤が。なんか焦って連続釣りの記録とか途絶えたけどまあまた100匹なんてすぐだろう。まあおいおいね、どんな感じになってんだマイル、ちょっと見てね。あ、目指せ釣り名人、釣り名人になってる。いっぱい釣ったからな、一発の釣り好き。ちょっと残念ながらね、潮干狩りに来たらね、これもあれだ、いっぱい、お、2000、すげえすげえすげえ、使うからね、めっちゃ取ったからね。風船も結構割っている。実はで、あれは伝説の釣り人はどうなったんだ、なんで途絶えたんだ。70で途絶えたか、惜しかったね。意外とまだでももうなんか90くらいいってんじゃねえかなと思ってたけど、まあ70だった。まあまあまあ、またやろうって感じだな伊藤。はあ嬉しい、ほら4月は釣れないんだよ、マジで嬉しいわ。カジキカジキ結構ずっと釣れんだな、4月も釣れんだね。ごっついなマジでカジキな。アンコウもよかった、アンコウすぐ釣れたんよな。おい、いい、いいね。でもでかいね、こうやって見るとやっぱな。伊藤、カジキはカジキ、おお存在感あるね。はあ、これ揃えたいわマジで、揃えたいな。よし、じゃあ今日はこんなところですかね。フラメンコの音に包まれながら寝るわ、スペインの風に撫でられながら気持ちよく寝ることにする。あー、いやほんと今日はいろいろあったわ、楽しかった。よし、ということでみんなまた明日遊ぼうぜ、バイバーイ。
おやすみ。Thank you.